はい、こんにちは。札幌占い美容師さん、山頭のことです。今回はスピエラ問題について、ちょっと話していきたいと思います。今2021年の、8月現在なんですけれども、実はこのスピエラですね、ブチロラクトンチオール、昭和電工さんが作ってる、この特許を持ってるですね、このスピエラという薬剤なんですが、こちらこれが実は品薄になってます。このスピエラがなくなっている理由、いろいろね、どっかが独占してるんじゃないかとか、もう手に入らなくなるんじゃないかみたいなですね、ちょっと不安な部分があると思うんです。で、じゃあ実際のところどうなのかっていう部分をちょっとお話しできたらいいかなと思います。2006年の1月ぐらいに昭和電工さんが発表したこのスピエラというブチロラクトンチオールという薬なんですけど、これ実は50年ぶりに新しいパーマ液ができたっていう部分なんですよね。で、他の薬剤に関してはもともとあったものを組み合わせて作ってますから、もともとあったわけですね。で、このスピエラだけは全く新しい還元剤っていうのが2006年1月にできたわけです。これメーカーさん、これアンセスさんですけど、いろんなメーカーさんのものがあります。だいたい基本的に同じなので 10% 混ぜて使うという、これはこれに対してこれ 10% 混ぜて、あと、GMT っていうのもね、これあるんですけど、はい、これを 10% 混ぜて、これ GMT とスピエラ混ぜて一液を作るという感じで、矯正とか普通のパーマとか、あるんですけど、僕はねちょっとオリジナルの処方があって、このまま使ったりはしないんですが、まずこのねスピエラ、じゃあ皆さんこの実際のところどうなのかって、もう手に入らなくなるんじゃないかみたいな、ちょっと不安な部分もあると思うんです。で、最近ね酸性の矯正始めたっていうサロンさんもまだあるかなっていうふうに思うんですが、スピエラ矯正ってもうかなり前にねブレイクして、今までのね、縮毛矯正と全然違うような質感が出せて、そのブームになったんですけど、匂いの問題だったりとか、いろいろね酸化エラーって言って酸化がちょっとしづらいっていう部分ですよね。そういう部分も出て、ちょっと落ち着いた部分もあったんですけど、これが毛髪自体のキューティクルって疎水性で、チオとかシスとかだとペーハーアルカリにして中に浸透させていくんですけど、これはキューティクルが疎水性でも染み込んで入っていくんですよね。なのでキューティクル開かなくても入るよっていうことで、かなりダメージが少なく感じるという薬です。はい、皆さんもそんなこと今更分かってると思うんで、いいんですけど、まずじゃあこれが、どうなってるのかっていう部分なんですけど、だいたい2022年の春過ぎぐらいまで、春過ぎぐらいからは、通常通り運行する予定みたいです。で、現状はどういう感じかというと、各ね、メーカーさんから発注が入っているんですが、昭和電工さん自体がもう間に合わなくて下ろせない状態で、これね、もう2006年から今年2021年から15年経ってるんですけど、この15年経って一定数の昭和電工さんの、製造する量ですね、だいたい毎年これぐらい製造していくよっていう製造量があって、その製造量をはるかに超えた発注が2021年に入ってきたわけです。ということはどういうことかっていうと、髪質改善とか酸性矯正っていうのがこの2021年になってからドーンと増えたってことですね。今までは薬剤が詳しいサロンだったりとか、それなりにこだわりのサロンしか使ってなかった商材なんですけど、もう安売りサロンだったりとか、いろんなねそういうところもこう使い始めてきてるわけですね。もう15年経ってますけど、ということで、今年ドンと発注量が入ってしまって品薄になってしまったと。なので今後作らないとかっていう問題ではなく、昭和電工さん自体も今どうしていいか分かんない状態だと思うんですよ。で、この原料もいきなりすぐ作れるものではないので、またそのね、製品が追いつくまでに、来年の春ぐらいまでかかる、2022年の春ぐらいまでかかるかなという
予測らしいんですけれども、なので、まあ、来年になれば問題なく手に入るようにはなると思います。なので、まあ、そこでスピエラ矯正、スピエラパーマっていうのがちょっとできなくなってしまうサロンもあるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っております。まあ、そこでね、多分きっとそこで少し、まあ、また GMT の、需要っていうのがね、まあ、増えて、また少しの間ですけど増えてくるんじゃないかなっていう部分はあるかなと思いますね。似てるようで全然似てません。でウェーブチェックも僕過去に、まあ、もう結構前ですけどやってますけど、結構ウェーブもちょっと違うんで、チオとグリセリンなんで基本的にはチオに近いものになりますね。はい、なので、まあ、このスピエラっていうのはね、変わるものがないわけなんですよ。でこれがなくなると怖いんですけれども、まあ、今はね、皆さんの使ってるサロンさんはちょっとずつですね、来年まで持つような形で、大切に使っていただければなんとかなるかなというふうに思っております。まあ焦らなくてもね、来年の春ぐらいになれば商品は手に入ると思いますので、それまでなんとかね、今あるストックしてる在庫で、なんとかやっていければいいかなというふうに思ってるんですけれども、まあちょっとね、スピエラがなくなるとこういうペアになっちゃうと思うんですよね。 GMT とこれっていうね感じになってくるんで、まあじゃあここに何を足せばいいかみたいなね、そういう部分も出てくるんですけど、僕はもともとですね、実際僕は GMT 今使ってないんですけど、ぶっちゃけの言うこと、ぶっちゃけ言うと僕は GMT 今使ってません。はい、でまあいろいろなね、自分のそのオリジナル調合っていうのがありまして、まあそういうのもちょっとあるんですけれども、まあスピエラ問題、昭和電工さんの部分ちょっとね、お伝えすると、つまり心配することもないということで、まあ、対策をね、昭和電工さんの方で今一生懸命このコロナ禍で頑張って、対策を組んでいただいていると思いますので、皆さんそれまで待って、またね、スピエラのこの素晴らしい薬の可能性をまた再度ね見出せたらいいかなっていうふうに僕は思っております。はい、ということで、今日はその辺で動画を終わりたいと思います。